レーザー加工機の使い方について少しずつまとめてるんですが、今回はレーザーでのカット加工をする工程について見ていきます。まずカットする素材をレーザー加工機本体に設置します。加工の際はレーザーヘッドから素材表面までの焦点距離を設定する必要があります。加工する素材の厚みによってヘッドから素材表面の距離は変わると思うので、ここを調整するんやね。この機種では本体のテーブル昇降機能を使って焦点距離を設定します。こういう風なジグを使うことで焦点距離設定しやすくなります。レーザー加工機操作する際は基本的にパソコンと接続して使用します。接続方法は機種にもよるんですが、今回は有線で接続します。そしてパソコン側でレーザー加工機を操作するためのソフトを立ち上げます。今回のイオンレーザーミラの場合はライトバーンというソフトを使います。ここも使う機種によってソフトウェアは異なると思いますが、操作関係は大体同じになります。このソフトウェアの中での操作は大きく分けて加工データの配置とパラメータの設定、この2つを行います。まずあらかじめ用意したデータをライトバーンの中に読み込みます。画面上部のファイルからインポートで任意のファイルを読み込みます。今回はイラストレーターで作ったデータを読み込みます。あと読み込んだデータの実践はバラバラになってるんで、全体を選択してグループ化しておきます。このデータを中央に配置する。これでデータ配置はできたんで、あとはパラメータの設定を行います。パラメータ設定は主にレーザーのパワーと加工速度、この2つを設定します。いずれもカットする素材によって変更する必要があります。あと同じ素材を使ってもカットする形状によって微調整する必要もあります。ここでレーザーパワーと速度の設定ができればライトバーン内での基本操作は完了。これで開始ボタンを押せば加工が開始されます。ちなみに加工パラメータは色分けされたラインごとに設定することもできます。この画面左下のカラーパネルを使って選択したラインの色を変更後、色ごとにカットパラメータを設定することができる。例えば赤色のラインは模様彫刻、黒色のラインはカットみたいな感じで色ごとにパラメータを設定するってことやね。ライトバーの中でも実践の色分けはできるんですが、イラストレーターで作成する場合は元データの色分けがそのままライトバー内で反映されるんで、データを作る際にある程度色分けしておくとライトバー内でのパラメータ設定も簡単になります。本当にざっくりしたまとめですが、これがレーザーカットの工程です。素材設置して焦点距離合わせて、データを読み込んでパラメータ設定して開始を押すだけやね。製品情報などは説明欄に記載してるんで、そちらも合わせてご覧ください。では続く